ヤンバダムの廃止、あれは何だったんでしょうか。普天間基地の移転先は最低でも県外、あれは何だったんでしょうか。年間31万2千円の子ども手当、あれは何だったんでしょうか。16兆8千億円の財源はいくらでも出てくる、あれは何だったんでしょうか。国内法を適用すると言って船長を釈放した、あれは何だったんでしょうか。平成24年度には高速道路を無料化する、あれは何だったんでしょうか。ガソリン税などの暫定税率を廃止し 2.5 兆円の減税を実現します、あれは何だったんでしょうか。納めた保険料、受け取る年金額をいつでも確認できる年金手帳を全ての加入者に交付します、あれは何だったんでしょうか。総理をやった人間は議員を辞めるべきだ、あれは何だったんでしょうか。つい最近でも野党の時は文書管理情報公開と叫び続けながら、与党になったら未曽有の災害に直面しても誰一人議事録を残そうとしない、以前の叫びは一体何だったんでしょうか。言ってみただけだったんでしょうか。マニフェストはイギリスで始まりました。ルールがあるんです。書いてあることは命がけで実行する、書いてないことはやらないんです。それがルールですと演説しながら、実際は書いてあることは実行せず、書いてないことを命がけで実行する、あの夏の日の演説は一体何だったんでしょうか。 TPP 交渉に臨むにあたっては国益を守りきる、これも言ってみただけなんでしょうか。実際は不安な発言の連発、そして極めつけはキム・ジョンイル総書記が亡くなり、北朝鮮情勢が不透明になっても、我が国の石油輸入の生命線であるホルムズ海峡が一触即発になっても、普天間問題が暗礁に乗り上げ、大事な日米関係が大きく傷ついても、防衛大臣に連続して素人大臣を任命、それだけでなく、よく見てみれば失礼ながら総理も官房長官も外務大臣も安全保障に関して指したるバックグラウンドはありません。こんなことで一朝有事の場合に本当に国民の生命財産を守れるのでしょうか。それでいてこの内閣を最善最強内閣、適材適所と言い切る、これも言ってみただけなんでしょう。聞いているこちらの方が責任を感じます。